やりますよ。まずはグラマフィー開きますよ。開いていくよ。はい、シューター集結中って書いてありますね。これたまに面白いこと書いてある。あ、課金したい、課金したよ。これはね、もうなんかリワードって組織強いほどいいよね。うん、俺1位じゃなかったのよね。警察襲来ね、バーバリアン様に負けてしまいました。マリアに1位だったって言っちゃったよね。その後ごめんなさい1位じゃなかったですって謝ったけどさ。でこれでまずね、バフを積むっていうのはね、まず一つ目、まず装備で、ほらこれ、これ、ね、僕はこれタイラント装備な。でギャングじゃなくてシューターバイカー装備ですので、普通はねシューターバイカーだけなんやけど、こうやってジュエルをねつけると、まあギャングとかもね上がったりしますね。今のところ3つしかつけられないんだけど、それぞれみんなつけてます。そうするとね、シューターバイカーが特に上がるんですけども、それが1つ目ね。じゃあ今度はこの左下のねリーダースキル、スキルリセットボタンを押さなくてもいいんだけど、やってもらった通り右にね投資スピード1と1がね2個と、投資スピードと建設スピードと、で投資スピード2と建設スピード2があって、これをねこんだけやるだけなんですよ。右側はね、で左側に触れるんですよ、こうやってね。でチームなんとかっていうのはね結構重要で、まあ後でも言うけども、本当なら左側は右側諦めて全部左側のチーム攻撃力とか、これね意外と重要なのにね、これに振りたいとこですよ。シューター攻撃力とか全部振りたいけど、全部振ると多分ね足りないよ、うん、全部は無理なのよ。レベル上がると4か6か、もうスキルもうちょっと増やせるようになるけども、こんな感じで、まあバイカーとねシューターを基本中心に僕は上げました。これでね、例えばシューター50バイカー50って上げると 50% になるのかな。とにかくこのスキルリセットをして、スキルを別にリセットする必要ないけど、こうやってちゃんとなってるかっていうのも確認してから集結かけるといいよっていうことです。これができてない人が集結かけると弱いんですよ、うん、でもう一つはね、ただ単に英雄の、お、始まらへんな、ちょっと編集したろうかな。こうやってね英雄、僕ね運がいいことにギルティガンナーっていうやつがちょうど回ってきとった。僕はね課金しようかなと思った時に始めたばっかりの当初でね、そしたらこの一番下のねバイカーコブかな、これ、HP が上がるやつね、バイカー専用のね、戦闘用スキルね、最高で 50% HP 上がるよってやつと、動け、僕は後から吹き込んでるからねこれで、チーム防御力ね、それからバイカー攻撃力プラス 30% S グレードで何もなったらこうなったよって。で夜叉使うバカはいないんですよ、まあ、それはねファミリースキルだからなんですね。でこのスパローはねやっぱ優秀やね。このトラップも本当は全部シューター専用とかね、シューターチーム攻撃力みたいな、チームなんたらっていう方がいいんだけど、まあそんなね無課金キャラに贅沢は言ってられないんで、このスマッシャーもねこれはバイカーで同じようなスパロと同じような感じので、今の僕のグレードで言うと 3% ぐらいしか上がんないけども、それでもねバフを積むという意味では大事なんですよ。
どんどんね、こうやってスタミナドリンクを使ってね、あげていくうちにね、まずそうやって飲んであげて、そうするとね、こうやって経験値もらえるようになります。経験値もらってそのレベルを上げてやるんだけど、ランクの上げ方だけど、グレードとランクは違うでね。グレードはさっき言った S ランク、 S グレードとかそういうやつだけど、ランクっていうのはこの7が一番いいのかな。そうすると6000人隊員を連れてくれるようになるのかな。でチュパカブラ見てみると、これがね真ん中のね、数字ね、40何て書いてあるのこれ、40で51って書いてあるでしょ、これ51、真ん中の赤い字で、でつまりチュパカブラは一番この、レベル51になると、一番右の装備ができるので、こういうアイテム使って51にしてやるか、該当ボス倒してねレベルアップすることあるんで、それもいいと思います。普段からねレベル低いやつをね該当ボスにぶち当ててね、僕はレベルアップさせてますよ、5人選んでね。でねどうなってんの、これ後から吹き込みの当てれこだからね、何がしたいの、あ、そうそう、ね、どうやったらね、バフどんだけ詰めてるか調べるには、まずカジノをね攻撃したらいいっていうことで、こうやってね僕の場合レベル19、20は倒せんかったんで、レベル19ちょっと分かりやすくために全部消して、ほらこれ積んでます、もうすでに積めてますね、積み木を積むの積むね、媒介 HP がプラス50、媒介攻撃力がプラス30やな、でチーム攻撃力がプラス25パーか、チーム防御力か、防御力が25パー。チームっていうのはね何かというと、ギャング、シューター、バイカー、ビーグルもまあ含めると思うけど、まあそれは考えずに、ギャング、バイカー、シューターのこと、全部のものを25% 上げるから結構強いのよ、こういうのってね、チーム攻撃力とか防御力とか HP っていうのはね、まあどっちがいいかって言うと分かんないけど、俺はまあバイカーならバイカー専用が 50% 上がったりね、上がるパーセンテージがかなり違うからそれもいいと思うけど、この間トモコ秘書がおすすめしたのは、今売り出し中かな、セイントっていう密売人の時に出てくるおっさんね、あの人強い、大人気やしね、おすすめですよって言われましたね。だから買いましたよ、昨日かな、でこうやってね、ほら見てみて、積んでるんでしょ、どんどん、これ増えていくでしょ、この数字、緑の数字をねこうやって見比べてね、ああちゃんと増えてるかなって言って、で僕の場合はこれは UM 用の積み方ね、ギャングが来てもいいしシューターが来てもいいようにして、で基本はねこのマイクは入れません、僕はね、マイクはねちょっと気楽に入ればいいんで、こうやってね、あとはバイカーを積んで、バイカーのね何が上がってるかなっていうと、これちょっと微妙なんだけど、まだねC グレードかな、C グレードかな、分からんけど、ちょっとそうやってちょっとずつ上がるんで、数パーセントね、こうやって、バフを積みましょう、バフを積む、攻撃力が上がってったり防御力が上がったりして、この積んだバフプラスさっきのスキルリセットかな、スキルで上げたもの、あとは装備で上げたもの、この3つやね、それをリーダーが持っとるのね、このそれぞれのアンダーボスの積んだもの以外はね、装備とスキルリセットとかによるスキルの
やつはリーダーが持ってるから、リーダー奪われると本当やることないよ。でこうやって攻撃ぶっ壊しに行くでね。で自分が倒しに行くときは一番自信のあるバイカーオンリーでダーンっていっちゃえばいいよ。わざわざねギャング入れたからギャングも入れよう、アンダーボスにギャング入れたからギャング入れる必要はないよ、うん、この辺待つんでね、この辺カットしようかな。でこうやって街頭カジノレポートってやつ見てね、で今カジノを破壊したので、街頭カジノレポート下の方がね見ると、一番上のビッグカジノレベル19進行成功でね、で、こうやってねコインチェックしてね、チェック詳細でデータをチェックっていうところで、組織に送らないようにね、間違えるとちょっと恥ずかしいよ。で岩山町ってところに送ってみましたよ。でこうやって送って、で山町は今混乱していると、こうやってね、ビッグカジノ攻撃の一番最後のやったやつを見てみて、あの味方バフっていうのを見て、これ見て、チーム攻撃力がプラス 64% でしょ、チーム防御力プラス101でしょ、チーム HP がプラス 63% でしょ。だからあのスキルリセットの時のね、あのチームなんたらってやつ結構ここで重要になってくるでね。でなんで重要かっていうと、このバイカーで見てよ、バイカーで300なんとか6って書いてあるし、これ326かな、プラスチーム攻撃を足すのよ。これギャングやったら120なんて書いてあるの、9かな、それプラス攻撃力でいうと64を足すのよね。その足した数字が、あとね処刑バフとかいうのもあるしてね、あの処刑すると 20% バフが、攻撃バフがもらえるとか。この間マリアと戦う前にやってみたけど、マリア結局ちょっとどっか行っちゃったね、うん、そういうバフをねどんどんゲットして積んでいってください。そうするとね、だからこう何が起こるかっていうと 400% ぐらいになるでしょ、バイカー攻撃力でいうと。そうするとね4倍の攻撃ができるわけですわ。ドラちゃんと一回言い争ったんやけど、パーセントってのはね、なんやねんって言って言ったら、もう知りませんって怒られちゃったけど、あの4倍ぐらいの攻撃がいくってことは4倍のポイントがもらえるってことで、 UM ではね、あの皆さんにポイントをゲットしてもらいたいので、僕はねこうやって4倍とかね、ギャングマだとかシューターもね上げて来てもらっても大丈夫なようにね、あのこうやってギャングもシューターもどんと来いっていう感じでね、その分ポイントみんなもらえるし僕ももらえるしってことでやってますよ。バイクオンリーにしちゃうとね、 UM の場合はね、普段はいいよ、攻撃しに行く場合はいいんだけど、バイクオンリーにしちゃうとギャングで来てくれた人にちょっと申し訳ないんでね、はい、そうやってこれがバフを積むっていうことね。こうやって積んで、何しとんのこれ、まあいいよね。で何しとんのこれ、ああそうそう、ちょっとね調子乗っとる人がおるんです。それね最近ね実力が上がってるこのトゥッティね、トゥッティね、ちょっと頭がねまだちょっとあれだ、トゥッティ頑張れってかね、この人化けるよね、しっかり教育すればね。見てみ、これバフないっしょね。多分山地もこんな感じ、スキルリセットしたらだいぶ変わったと思うけど、まだまだ全然ねないんだよこれバフ、何も考えてないね、詰めてないのバフがね、うん、だからちゃんとね考えてね、アンダーボスを組み込むことによってバフがね積んでいけるからね、グレードの高いアンダーボスを積んでいってね、もしくはグレードを高くしていってね、そいつのバフを積んでいくっていう風で強くなれるからね。こんな相手にね、自分の兵を預けるとね大したポイントにならないからね、
UM で言うとね、うん、泥船だからね、すぐ沈んじゃうよかなって。そんなのね、だから山町はちょっとその辺の改革をなさってみてください。では、何でもどうかにちっちゃいした。ご視聴ありがとうございます。またねー。のすのす。